パトリック・ジョン・ジョセフ・ロバーツは、イングランド・キングストン・アポンテムズク出身の、サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。AFC ・ウィンブルドンのユースチームでプレー。2010年、13歳の時フラム FC ユースに移籍した。2014年2月、フラムとプロ契約を結んだ。3月22日、マンチェスターシティ FC 戦で、アレクサンデル・カチャニクリッチとの交代途中出場で、 プレミアリーグデビューを果たした。2015年7月19日、マンチェスターシティ FC は、フットボールリーグチャンピオンシップのフラムから、イングランド U-19 代表 FW、パトリック・ロバーツを獲得したと公式発表した。詳しい条件は明かされていないものの、これまでの報道では、移籍金1000から1100万ポンド、ボーナス最大500万ポンドであるとのこと。 鋭いドリブルからイングランドのメッシュと呼ばれることもあり、昨季はフラムで17試合に出場。昨年の UEFAU-17 選手権では優勝メンバーの一人となった。フラムとの契約は2016年の夏までとなっており、ロバーツ自身もビッグクラブでのプレーを希望したことから多くのクラブから興味を集めていた。2016年1月29日。 スコティッシュプレミアシップのセルティック FC に1年半の期限付き移籍をすることで合意したことが発表された。2017年8月28日、セルティック FC に1年の期限付き移籍で再加入することが発表された。2018年8月16日、ジローナ FC に1年の期限付き移籍で加入することが発表された。2019年5月30日、 ノリジシティ FC に1年の期限付き遺跡で加入することが発表された。2020年1月2日、ミドルズブラ FC に2019-20、シーズン終了までの期限付き遺跡で加入した。10月12日、さらにもう1シーズンローンで再加入した。2021年2月1日、ミドルズブラとの契約を打ち切り2020から21。 シーズン終了までの期限付き遺跡でダービーカウンティ FC に加入。2021年8月31日1シーズンローンでイーエストロア AC に加入。イングランド代表として各年代でプレーした。ありがとうございます。